カルロス・アルベルト・ベルロクは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、チャスコムス出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス2勝、ダブルス2勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス37位、ダブルス50位。身長183センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。4歳からテニスを始め、2001年に、 プロに転向。四大大会では2006年全をオープンで初出場した。シングルスでは2回戦進出が最高である。2010年7月のメルセデスカップでは、エドワルド・シュワンクと組んだダブルスの決勝で、クリストファーカス、フィリップ・ペッシュナー組を7から6、7から6で破り、ツアー初優勝した。2012年2月の VTR オープンでは、 シングルス初のツアー決勝に進出した。決勝では、不安モナコに36、76、16で敗れ準優勝となった。2012年3月19日付のランキングで自己最高の37位を記録した。7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。1回戦でアレックス・ボゴモロフジュニアに5から7、6から7で敗れている。 9月のチェコとのデビスカップ2012準決勝で、初めてデビスカップアルゼンチン代表として選ばれた。エドワルドシュワンクと組んだ、第3試合のダブルスで、トマーシュベルディハ、ラデクスティパネク組に3から6、4から6、3から6で敗れ後がなくなった第4試合のシングルスでもベルディハに3から6、3から6、4から6で敗れチームは敗退した。 2013年7月のスウェーデンオープンで2度目の決勝に進出した。決勝ではフェルナンド・ベルダスコを7から5、6から1で破り30歳でシングルス初優勝を果たした。9月のデビスカップ2013準決勝では2年連続でチェコと対戦した。第3試合のダブルスでオラシオ・セバ・ジョスと組んで出場したが、ベルデュハ、ステパネクに3から6、4から6、 2から6で破れ2年連続でアルゼンチンは、準決勝で敗退した。2014年5月のポルトガルオープンでは、準々決勝で、ミロシュラオニッチを7から5、6から4で破り、初めてトップ10プレイヤーに勝利した。決勝では、トマーシュベルディハに0から6、7から5、6から1で勝利し、ツアーシングルス2勝目を挙げた。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。